Attention, all proud warriors! Have you ever considered joining Time Patrol? As a Time Patroller, you'll prevent history from being changed. Our duty is to protect everyone's memories and help return history to the way it should be. But we need your help. The only requirements are confidence in your capabilities and, of course, a strong desire to protect history. We've got a school for honing your skills and a fully equipped item shop. How about it? Why not use your strength to help out a great cause? We're always on the lookout for powerful warriors. Okay then, listen carefully. To maintain safety here, in Canton City, home to the Time Patrol, there are a few rules you must keep. First, firing a Kamehameha within city limits is prohibited. Time patrollers wishing to fly when not on duty are required to obtain a flying license. Please help keep Canton City safe by obeying its traffic laws. Lastly, any alteration of history is a grave offense. Our missions come with the risk of changing history. So you must exercise the utmost caution. Avoid making changes to history like Trunks did. Keeping these things in mind, please carry out your missions safely. For the sake of the world and its history, we look forward to welcoming each of you to the Time Patrol! あ、そうだわ。そろそろ例の特殊任務の新人さん、誰にするか決め、どんな子がいいかしら。
よし。くーっ。た。ふっと。はーっ。た。パハ。ははは。よー。これがこの星の最後の眺めになりますね。俺が、この俺が未来を変えてみせる。伝説のスーパーサイヤ人とやらが現れたりすると不愉快ですからね。復讐の続きを始めましょうか。これで全てが変わる。
な花火が上がりますよ。何か、なんだ。頼まれてたトレーニングスーツできたわよ。なかなかいい素材が手に入ったから、前のよりフィット感なんかも格段に上がってるはずよ。ほんと、全然働かない夫に最新トレーニングスーツまで作っちゃうなんて、私ってできた妻よね。ちょっと、もう毎日毎日修行修行修行、サイヤ人ってみんなこうなのかしら。まった、ああなんか腹立ってきた。パーッと誕生日パーティーでもやってやろうかしら。別に誕生日じゃないけど。一件報告あり。状況把握、引き続き調査されたし。ちょっと待てー、なんですかいきなり。例の超重要任務、お前に決まったぞい。さっさと戻ってこい。おかえりなさい。例の任務、君に決まったわよ。おめでとう。何よ、ここで一番偉い時の海王神様が直々にお祝いに来てあげたっていうのに、ずいぶんすれないじゃない。
おじいちゃんなら君の合格を聞いてすぐどっか行っちゃったけど、せっかくだから探してらっしゃいよ。なんだかんだで君の合格を一番喜んでるのはあのおじいちゃんなんですもん。よ、こんにちは。
どうした？どうした？なんじゃ？とよーし、準備はいい。始めましょうか。ここでしっかり基本を身につけてね。それじゃあ、張り切っていきましょう。ま、これくらいは簡単よね。次、行くわよ。さあ、やってみて。
どこかにいい相手は、あ、ちょうどいいわ。あれを相手に試してみましょう。まずは相手をロックオンよ。さあやってみて。オッケー。じゃあそのまま攻撃に移るわよ。コマンドを組み合わせるとコンボ攻撃が出せるのよ。試しにやってみましょう。Yeah.
ガードが崩せないかね。それなら、さあ、やってみて。君のために先輩隊員に練習相手になってくれるようお願いしておいたの。大丈夫、練習したことをしっかりやれば必ず勝てるわ。と、その前に、はい、バトル中はアイテムも使えるのよ。使ってみて。ドア、うわー
を見せてやりなさい。なんじゃ？悪が何人増えようが結果は一緒だ。お前、力を貸してくれるのか。これでいいんかの。おい、わしらの声が聞こえとるか。私たちは時の巣からこういう風にあなたにアドバイスを送るからね。せっかくの初登場シーンは描く島なんだったが、お話は一旦後回しだの。アドバイスは悟空たちがとどめをさせるようにラディッツを倒すんじゃ。これ、大丈夫か。このピッコロ様、世界最強の役立ったとおりだ。いいか、
さっきの技はあと1回が限界だ。あいつに避けられないようどうにかして動きを止めろ。わかった。そこのわけのわからん貴様もだ。俺が気を止めるまで死ぬ気で食い止めろ。貴様、何をする。今だ、これをやれ。魔漢光殺法。ご苦労じゃったな。悪くない動きだったぞい。登場以外はあのままだったら孫悟空もピッコロもラディッツに倒されていたじゃろう。こういう風に歴史に異常が発生した時は、今回はうまくいったが、この先の歴史にはさ、もっともっと修行して強くならねば。歴史、ま、この宇宙で一番偉い神様である海王神が直々に教育がけ、わしの言うことを素直に聞いている。はいはい、話が長いわよおじいちゃん。あのな、時の海王神、千歳ちょっとしか離れとらんのにおじいちゃんはないじゃろ。何言ってるのよ、誰がどこからどう見てもおじいちゃんじゃない。こんなにプリティな私と一緒にするなんてどうかしてるわよ。何がプリチーじゃ、まったく口のへないやつじゃの。とわしらの話はこれくらいにして、あとはこの世界についてちゃん。そうね、あなたもおじいちゃんの長話に付き合わされて退屈してきたところでしょ。私が案内してあげるわ。こっちよ、ついてらっしゃい。こら、また勝手に話を進めおって。
ようこそ。ボス、オラ悟空。よし、やるか。
よしよし、わしがタイムパトロール隊員としての心構えをみっちり教えてやるぞい。では基本から始めるぞい。まずはスカウターを使ってみるんじゃ。アイテムがたくさん落ちておるのが見えるはずじゃ。そいつを拾ってみ。全部集めたようじゃの。じゃ、次の場所へ移動するとしよう。このゲートを使えば違うエリアに移動できるぞい。ゲート。移動できたようじゃの。感心感心。ならばまたスカウターを見てみ。ここには仲間がおるはずじゃ。こった、倒れとるぞ。うむ、そんな時はお前さんが助けてやれ。あと自分が倒れてしまった時はアシストを使って味方を応援してやるとよいぞ。まだこっちに向かってきてるぞ。化け物め、あっさりと片付けてやるぜ。ゲッゲッゲするな。スカウターを使えば隠れている敵も探せるぞい。使ってみるんじゃ。
そこにおる敵はすべて倒したようじゃの。また何者かがこっちに向かってるぞ。この木は。クリリン、ちょっとなまってるんじゃないか。そんなことないっすよ。なんなら試してみますか。お前と戦うのも久しぶりだな。だが手加減はなし。行くぞ。お前さんもあやつらの修行に混ぜてもらい。おっす、ヤムチャ。たまには本気で戦ってみるか。ああ、俺だってみっちり修行したんだぜ。でも本気ってのちょっと勘弁してほしいかな。上出来じゃ。とっとと帰ってこい。
どうした？いつでも準備 OK って感じだな。よし、始めようぜ。お前、本当に強くなりたいんだな。俺がまず実演するからさ、お前は後からやってみるんだ。どうだ、できそうか。ま、とりあえずやってみろよ。やった、いい感じだったぞ。俺も鼻が高いぜ。ま、とりあえずやってみろよ。いい感じだったぞ。俺も鼻が高いぜ。ま、とりあえずやってみろよ。本当驚かされるぜ。どんどん上達していくんだからな。
いらっしゃいませ。毎度毎度
どうした？なんじゃ？ドリアさん、ザーボンさんも行きなさい。はい。これが歴史の改変というやつか。ドドリアだけでなくザーボンまで追ってきては、あの二人が逃げ切るのは難しい。お前さんが助けてやるしか。逃げられると思ったか。なんだ？俺たちを助けてくれるのか？お前はそのナメック星人を放つことで、この場を離れるんだ。ドドリア、残りのガキどもを追え。ここは私一人で十分。よいか、目的はこやつを倒すことではないぞ。クリリンとご飯をこの場から逃がすことじゃ。ある程度ダメージを与えれば、クリリンも隙をついて逃げることができるじゃろう。それよりご飯の方が気がかりじゃ。タイミングを見てこの場から離れるんじゃぞ。
孫悟飯はドドリアから逃げ切れたようじゃ。結果的に本来の歴史通りになったの。お前が例のタイムパトロールしてる。この姿が死ぬは死ぬ。なんだこいつは。悪のナメック星人、スラクよ。ナメック星人は味方じゃなかったんだ。これでこいつの邪悪なパワーはなるよ。スラクよ、ただのナメック星人じゃないの。生まれつく悪のところしか残らない。だからナメック星人だ。俺の力はまだまだこんなもんじゃないぞ。もう少し持ちこたえてください。急いでトランクス、普通じゃないぞ。命拾いしたな。なんだ貴様は、なぜ俺の味方をする。まあいい、まずはドドリアのやつを片付けてからだ。そう、この野郎、他にも味方を連れてきてやがったのか。このチェンドもそうだろ。お前、地球人だ。嫌だった。地球人がこんなところまで来るわけなかろう。何を寝ぼけてやがる。そんなことはどうでもいい。やってみろ。俺たちサイヤ人は戦うたびに強く、相手が強ければ強いほど俺も強さを増していく。地球で死にかけた俺は遥かにパワーアップ。俺が戦闘民族サイヤ人だ。待てベジータ、俺をこのまま見逃してくれたら、ある秘密を教えてやる。お前たちサイヤ人のこと、惑星ベジータが来るんだ。おい、サイヤ人の底知れぬ可能性を恐れている。何だったんだ、さっきのやつは。おかえり。ああ、ご苦労じゃったな。おかえりなさい。
なたたちもお帰り。はい、ただいま戻りました。すみません、取り逃がしてしまいました。仕方ないわよ、そう簡単に捕まる奴らなら苦労しないわ。ほら、お前はその前に自己紹介せんか。あ、はい、そうです。はじめまして。俺はタイムパトロールの責任者とでも言えばいいでしょうか。この人は俺のパートナーです。今まで巻物を使った特別任務は全て俺たちがやっていたんですが、最近また急に歴史の改変が起きるようになって、老海恩神様とあなたにも手助けを。あなたの実力についてもお二人からよく聞いてます。新人さんの中でもとても優秀だって。特別任務も次々こなしてくれているって老海恩神様も褒めてましたよ。こらよせ、調子に乗ったらどうするんじゃ。わしはそんなこと言っとらんからな。お前なんかまだまだじゃから。そんなことないわよね、頑張ってくれてるもの。甘やかすな。でだ、歴史の修正はなんとかなったが、ずいぶんおかしな。歴史に存在しないはずのやつが出てきたのは一体どういうわけなんじゃ。あと一歩のところで取り逃がしましたが、この手口、今俺の追っている奴らが裏で糸を引いてるんだと思います。別の歴史から悪人たちを呼び寄せ、混乱を引き起こそうとしているんです。その裏にいる奴らとは誰なんじゃ。遥か未来からやってきて、様々な歴史からエネルギーを奪い取る暗黒魔界の住人、悪の科学者トワと、彼女が作り出した人造人間ミラ。ちょっと派手にやりすぎちまったかな。ふん、探したわよ、あなたたち。ターレス、スラッグ、世話を焼かせないでほしいわ。トワか。勝手に動くなと言ったはず。俺様がどうしようが貴様には関係ない。指図するな、ミラ。俺は貴様らの部下になったわけでは。あのサイヤ人の小僧に復讐するために一時的に手を組んでやっているだけだ。つけ上がるな。よそや、仲間割れなんてつまらねえぜ。それより頼んだものはできたのかよ。ええ、持っていくといいわ。その神聖樹の実は暗黒魔界の力で強化してあるわ。食べた者に凄まじい力をもたらすはずよ。これでカカロットのやつに一泡吹かせる。それじゃあとは頼んだわよ。どうだかな。あんな奴らさっさと洗脳してしまえばいいだろう。
いいのよ、ミラ。いちいち洗脳して命令なんかしなくても。あいつらは勝手に歴史を。それに、ちゃんと手も打って。
よ。よっ。よっ。よっ。
うむ。うむ。こんにちは。
マイルド。